はい、こんにちは。では、数学の授業始めるよ。今回ね、島田先生来てもらってます。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今回はね、三平方の定理と空間図形1ということで、今までね、平面図形してたんだけど、今回から空間図形ね、立体についてやっていく。で、まずね、この図見てほしいんだけど、これね、直方体 ABCDEFGH という直方体がある。で、AG という、これ何かって言ったら、直方体の、まあ、端から端まで、要は A の全く反対側の頂点 G に引いた線、つまり直方体の対角線になる。で、この直方体の対角線 AG の長さを出す公式というものがあって、これになる。縦横高さがそれぞれ ABC の直方体の対角線の長さ、これはルート A の2乗プラス B の2乗プラス C の2乗という形になる。これはね、しっかり覚えてほしい。いいかな。で、これね、まあ、覚えてなくてもある意味ね、三平方の定理さえ知ってれば出せるんだけど、ただね、式が長くなるので、これを覚えてほしいってことね。で、ちなみにね、三平方の定理でもし出そうとしたらどういうふうにするかって言ったら、このね、EG ってここの AC の線を結ぶんだよね。ここ AC。こうね。で、AEGC ね。これが長方形になるんだよね。で、三平方の定理で出すんだったら、まずこのね、EG の長さを出すの。で、EG の長さは、ここ EF が A で FG が B だから、これ直角三角形ね、底面をね、まあ、2つに半分にしたね、直角三角形だから、 A の2乗足す B の2乗をルートで囲めば、これは EG の長さだよね。で、あとここね、 AE と EG でここ直角三角形ができるから、つまりここね、これが直角三角形。これ直角三角形ができるから AG の長さは、まあ、C の2乗を足す、ちょっとややこしいんだけど、これの2乗、ルート A の2乗プラス B の2乗の2乗ね、をルートで囲む。ややこしいよね。わかるかな。こっちの2乗足すこっちの2乗をルートで囲んだら、これの2乗になるよね。だから C の2乗足すこれの2乗をルートで囲めば AG の長さになる。じゃあこれね、ルートのルートしてそれをさらに2乗してるから、これ消えるよね。だから A の2乗プラス B の2乗プラス C の2乗をルートで囲めばいいって、この公式になるんだよ。わかるかな。だから三平方の定理さえ知ってれば出せるんだけどね、これ。でもさっきやったように計算がね、2回しなきゃいけないという、ちょっとね、時間もかかっちゃうから、だからね、できればね、これ覚えてほしい。で、そんなに難しくない公式だからね、しっかり覚えようね。じゃあ下の問題、次のような3点の、直方体の対角線の長さを求めよう。1番2番公式当てはめたらすぐできるからね。じゃあ1番2番自力でね、やっていこうか。では映像に立てして始めてください。はい、できたかな。じゃあ1番から見ていくね。公式当てはめればいいだけだからね。2の2乗プラス3の2乗プラス6の2乗をルートで囲めばいい。いいよね、まんまだから。計算すると何となるかといえば、4プラス9プラス36だから、13だから49か。ということはルート49だから7だ。対角線の長さ、答え 7cm。 いいよね、これ。じゃあ次2番、これも同じように、3の2乗プラス5の2乗プラス8の2乗を同じようにルートで囲めばいい。だから計算をすると、9プラス25プラス64、これいくつだ？島先生、パッとできる？
34に64足したらいいから98だね。うん、98は、7が出せるのか。7749ルート2だね。ということで答えは7ルート2センチメートルになる。うん、この1番2番は等公式当てはめればいいだけだからすぐできるよね。じゃあね、次行こうか。ではね、次問題読むね。次の図は一辺の長さが8センチメートルの立方体である。サイコロみたいなやつね、立方体。PQ はそれぞれ、PQ、それぞれ FG と EH 上動く点。だから P はこういうふうにね、Q の横、こう横、いろんな場所に行くと。で、さらに PQ と GH は平行であるということで、この PQ と GH は平行だよっていうことね。次の問いに答えよう。まず1番。長方形 CDQP。CDQP。この長方形の面積が80のとき、線分 PG の長さを求めようということ。じゃあね、この長方形が80ということはだよ。分かってるのは、一辺の長さ8センチって分かってるんだから、ここ8センチだよね。ここも8センチだよね。全部8センチなんだよ。で、この面積が80ということは、この長さ出せるよねっていうことだ。CP の長さ。これ長方形だからね。出せるよね。で、CP の長さが出せれば、ここ CPG、これ直角三角形があるから、三辺この定理で PG 出せるよね。いけるよね。じゃあ2番。P と F が重なるとき、つまり P が一番端まで来たとき、長方形 CD、ここに Q が来るね。CDQP の対角線の長さを出せということだけど、これはさっきやった公式をそのまま使えばいい。いけるよね。じゃあ1番、2番。一回ね、映像一旦停止して答えまで出してみようか。では、始め。はい、できたか。じゃあね、まず一番から見よう。面積が80で、この、まあ、横かなの長さが8なんだから、このね、CP の長さ、すぐ出せるよね。CP は面積割る8だよね。だから80割る8で CP の長さは10センチということが分かる。 CP10 ね。そしたらここ直角三角形を見たらいいんだから、ここね、この直角三角形を見たらいいんだから、三平方の定理で PG を出すには、斜辺の2乗、つまり10の2乗を引く、ここね、縦の2乗、つまり8の2乗をして、ルートで囲めば PG が出ると。だから、ルートの100-64 だから36だから6かなと。1番ね、線分 PG の長さ答え 6cm になる。いいかな。じゃあ次ね、2番。 P と F が重なるときってことね、さっき言ったようにこの対角線上ってことだ。だから前のページのね、これね、この公式をそのまま使えばいい。ちなみに、この A と B と C、すべてこれね、立方体だから8になるよね。ということで、じゃあ、島田先生、これ式ちょっと言ってみてもらっていいかな。ルート、8の2乗。8の2乗。プラス、8の2乗。8の2乗。プラス、8の2乗。8の2乗ね。3つ8の2乗。すべて8だからね。縦横高さ全部8だから。計算すると、葉っぱ64が3つある。だから、192、ね、で192というのはこれね、整数外に出せるんだけど、8か8ルート3ねっていうふうに整数出すことができる。
だからね、対角線の長さはいくつかってことだけど、答えは8ルート3センチメートル。こういうふうになるからね。いいかな。まあね、さっきの公式覚えてればできるからね。じゃあ、次行こうか。はい。じゃあね、次はね、次の図の静止角錐の体積を求めようっていうことで、さっきよりかちょっとややこしくなる。いや、1番だけね、やり方言うから、2番はね、数字違うだけだから、自力でやろうね。じゃあ、1番、やり方言うね。まずね、静止角錐の体積だけど、公式覚えてるかな？平面積かける高さ、割る3だよね、かける3分の1ね。だから、高さがまずわからない。平面積はね、66だから、6636ってわかるんだけど、高さがわかんない。じゃあ、高さ出せばいいんだよ。で、高さどうやって出すかって言ったら、ここね、底面積に対角線ちょっと書いてみるね。対角線。で、底面積の対角線に対して、高さっていうのは、ここね、対角線の交点にまっすぐ A を下ろしたら来るはずだよね。これわかるよね。A の真下って言ったら、このど真ん中になるよね。うん。で、ここが高さになる。だから、これを出したい。じゃあ、どうしたらいいのってことだ、うん。ここね、直角三角形になってるんだから、10センチっていうのは分かってるよね。で、高さ出したい。あともう一個分からないのは、ここだよね。ここ。この長さ出したらいいんだ。じゃあ、この長さ出すにはどうしたらいいのっていうことだ。で、この長さを出すには、この直角三角形を見るんだよ。これ直角三角形だって下正方形で真っ二つに、ね、対角線を切ってるから直角三角形、しかもね直角二等辺三角形になるはず。で下の図をちょっとね真上から見たらこうなってるの。こうC が直角。で、B と D がこうあって、で、正方形を真っ二つに切ってるんだから、これって45度、45度の直角二等辺三角形だ。で、45度、45度の直角二等辺三角形ってこれ覚えてるか？辺の長さの比は、1対1対ルート2だったよね。覚えてるか？1対1対ルート2。で、BC の長さが6って分かってるんだろう。ここが6って分かってるんだろう。じゃあ、この BD は何度だっていうこと。いけるかな。BD の長さは、BC が6だから、1対ルート2のルート2の、だから要はルート2倍したらいいんだから、6ルート2になるって分かる。これ6ルート2になる。いいよね。1対2は6対 X。x 出すにはどうしたらいいか。ルート2かけたらいいよね。だからここ6ルート2。BD の長さは6ルート2。じゃあ、ここまでいくつだ？半分だよね。真ん中の点だよね。だから、例えばだけど、ここの点を m とすると、BM の長さは、この6ルート2の半分ということになる。だから、3ルート2になる。ここは3ルート2。ここまでいいな、うん。だからね、まず底面のこれ、ね、直角二等辺三角形を考えて、その斜辺、つまり BD の長さを出して、その半分がここ。ここまでいいかな。で、やっとこれで高さが出せる。これにね、ABM。これがね、直角二等辺、直角三角形だね。直角三角形になるから、あとは三平方の定理で AM は出せる。AM はどうやって出すかといえば、まず斜辺の2乗、10の2乗から引く3ルート2の2乗。それをルートで書くのがいい。いいよね、三平方の定理。斜辺の2乗からここの2乗したら、高さの2乗になる。だから、ルートで囲んだら AM の長さが出せる。
うん、これ計算しようか。これ計算するといくつになるかって言ったら、しようか。ルートの100引く3ルート2の2乗はいくつか。サザンが18か。うん。ということで、どうか。ルートの82。AM はルート82になる。いいかな。これはこれ以上できないかな。ルート82。で、AM がルート82、つまり高さがルート82になるんだから、だから、あとはいいよね。体積出すにはどうしたらいいか。まず底面積。6×6。これが底面積。かける高さ。高さが今出したルート82の水だから3分の1ね。覚えてる？四角柱だったらこれで終わりなんだけど、水だからね。上とっかってるから。水だから3分の1する。で、計算しよう。12ルート82。ということで答えは12ルート82立方センチメートルが答えになる。できたかな？というやり方ね。ちょっとね、慣れないうちはややこしいんだけど、まあ慣れたらすぐ出せるからね。じゃあね、括弧の2番。まあ左にね、解き方書いたから、これ見ながらでもね、始めはいいから、数字が違うだけだからすぐ出せるよね。じゃあ、括弧の2番をちょっとね、映像一旦停止して自力で解こうか。では、始め。はい、できたか。じゃあね、やっていくね。まずこれも同じようにちょっとね、対角線書こうか。こういう感じね。で、A から真下にこう下ろしたところが高さになる。ここまでいいよね。で、初めに出すのは BD の長さだ。これも覚えてるか。BD の長さを初めに出す。出し方は、ここ4で4だから、BD の長さは1対1対ルート2なんだから、ここは4ルート2になる。4かけるルート2ね。4ルート2。よし。4ルート2ね。で、仮にだけど、ここの点を M とすると、ここの点をね、M とすると BN は4ルート2の真ん中の点だから2分の1して2ルート2。ここの長さは2ルート2になる。そこまでいいかな。あとは ADM の直角三角形で三平方の定理を使えばいい。だから AM、つまり高さね。高さは8の2乗から2ルート2の2乗を引いてルートに囲めばいい。計算しようか。64-8。だから、56。56は4ルート4かな？ちゃうわ。4ルート4ルートはできないのか。2ルートか。2ルート14か。2ルート14。合ってるかな。で、AM が2ルート14、つまり高さが2ルート14ってなったんだから、あとはね、下の正方形の、底面積に高さをかけて3分の1すればいい。じゃあ、千葉先生、一応式言ってみて。体積を出す式。体積は、底面積は。底面積が4×4。うん、で、高さが2ルート14。2ルート14。×3 分の1。3分の1だね。ということで、これ3で割れないから、3分の、4×16 だから32ルート14だね。
ということでね、まあ、ちょっと数字はややこしいんだけど、3分の32ルート14の立方センチメートルね、これが答えになる。いいかな、こういうふうにして解いていく。まあね、何回かね、やっていったらね、解き方覚えていくから、いいかな。じゃあ、次いくね。ではね、次の問題だけど、まず問題読むね。一辺の長さが 12cm の正四面体 ABCD がある。正四面体っていうのは何かって言ったら、これ正三角形を4つ組み合わせた図形。三角形が4つあるの。1,2,3 と下ね。4つあるの。4つあるやつが正四面体 ABCD がある。この正四面体 ABCD の表面積と体積を求めよう。ちょっとややこしいよね。これ実はね、結構難しい問題なんだよね。一辺の長さが12センチということ。じゃあね、例えば三角形 ABC を、どうしようかな。三角形 ABC が、をちょっと抜き出そう。で、これはね、正三角形になるんだから、ここのね、高さ。まず表面積から出そうと思ってね、表面積ね、この正三角形の高さ、つまりは図で言ったらこういうことかな。高さ、高さを出す。高さね、高さはどうやって出せるか。これは出せるよね。正三角形だからここ半分だよね。だからこれ6になる。だからあとはね、三平方で出せるよね。高さが出せれば正三角形の面積出せるよね。正三角形の面積が出せれば、正四面体は正三角形が4つあるんだから表面積はすぐ出せるよね。ここまでいけると思う。問題は体積だ。で、体積なんだけど、体積出すには、まあ底面積は今出した正三角形の面積だからいいとして、高さだとは、この立体の高さ、これってどうやって出すかな。高さは、まあ、ちょっとね、線がかぶっちゃうんだけど、こうね、高さ、ここの点ってどこか分かるか。ここの点 A から真下に下ろしたここの点ってどこか分かるか。これね、正三角形、ちょっと横向いてるから横に書こうか。底面の正三角形 BCD がこういうふうにあるとする。で、真下に下ろした点っていうのは、実はこの正三角形の重心になる。で、重心って覚えてるかな。重心っていうのはどこにあるか。重心というのは今こう書いたように、ここもね、正三角形の高さみたいにして書くと、重心の場所は1対2の場所になるって。これ覚えてる。必ず1対2の場所になると。で、これは別にね、ここだけじゃなくて、こうやっても1対2になるし、こうしても1対2の場所ね。必ず1対2の場所にできるからね、うん、で、それを利用して体積ね、ここの高さを出していく。いいかな。ちょっとね、体積はややこしいよ、うん、じゃあね、これちょっとね、一旦ね、一時停止をしてね、ちょっと考えてみよう。では、始め。はい、できたかな。じゃあね、まずね、表面積からいこう。表面積はね、さっき言ったようにそこまで難しくない。まずここの高さ、どう言ったらいいかな。この表面の正三角形の高さね、これを出そう。で、これはどうやって出せるかって言ったら、12の2乗から6の2乗引くんだよね。だから、12の2乗引く6の2乗を引いて、ルートで囲めばいけるよね。12の2乗から6の2乗引いて、たらここの2乗になるからルートで囲む。すると、144-36 だから、108か。ルート108。で、ルート108は、
何個出せるだろう。108、ちょっとこの辺計算しようか。108というのは2で割ると54、2で割ると27、3で割ると9、3で割ると3だから、2、3が6出せるのか。6ルート3。これが、ここの高さね。ここね。ここが、6ルート3になる。いいよね。ここが6ルート3ね。あとは、底辺かける高さ割る2だから、10にかける6ルート3の半分だったら、36ルート3。これが、一応書いておくね。正三角形の面積。で、表面積はこの正三角形が4つあるから、36ルート3かける4。144ルート3ね。これが表面積だ。平方センチメートル。これが、表面積。ここまでいいかな。これがまず一つ目の答えね。じゃあ次ね、体積。問題の体積ね。で、体積なんだけど、体積はどうやって出すかって言ったら、ちょっと青で書くね。今、ここの高さ出したいんだよね。だよね。で、それを出すには、こうするの。この直角三角形で考えるの。じゃあ、この長さって何ぼっていうこと。で、その長さがさっき言ったように重心だ。ここね。重心。重心は、どう言ったらいいかな。例えば、どうしようかな。ここの重なってる、ここの重心の場所ね。重心の場所を別の記号。例えば t としよう。重心の場所を t としよう。で、これ6ルート3。だから端から端までは6ルート3なんだよね。で、bt の長さっていうのは、6ルート3の、わかる ?6 ルート3。端から端までは6ルート3。6ルート3のを2対1に分けた2の方だ。だから、2対1に分けた2だから3分の2ね。だからこの BT の長さは4ルート3になる。ここまでいいかな。2対1ね。2対1に分けた2の方だから3分の2かけて4ルート3。これがここ。ここね。ちょっとぐちゃぐちゃなんだ。ここが4ルート3の長さになる。じゃああとね、直角三角形で出せばいいんだから、12の2乗を引く。今出した4ルート3の2乗。これをルートで囲めば、この立体の体積が出る。いいよね。12の2乗から4ルート3の2乗を引いて2、ルートで囲めば、ここが出るよね。計算すると144引く。これ何個だ？四四16の3だから48か。をルートで囲む。と、96かな。これ高さ、ルート96。ルート96は、4ルート6かな。この高さは4ルート6になる。じゃあ、あとはね、出せるよね。まず、底面積。この底面積は正三角形の面積だからこれだよね。で、高さが分かるものできるよね。じゃあ、島先生、最後、ちょっとこれ、式言ってみていいかな。体積を出す式。36ルート3。36ルート3。かける。かける。4ルート6。4ルート6。かける。かける。3分の1。3分の1ね。そうそうそう。底面積かける高さかける3分の1ね。
よし、これ計算したら体積が出る。3と36を約分したら12になるから、12×4 だから、48。で、ルートのサブ6、18。ただ、ルート18はまだ外に出せるから、3を出せるね。だから、3×24、だから144、ルート9で割ると2だね。ということで、これ体積。立方センチメートルね。じゃあ書いておこうか。これが体積ね。体積は144ルート2立方センチメートルになる。というふうにしてね、解いていくからね。ちょっとね、最後の問題、特にちょっとややこしい。特に体積はややこしいんだけど、こういうふうに解けるってことをね、ちょっと頭のどっかに入れておこうか。では、今日の授業はこれで終わります。